絶滅の心配があるニホンウナギを守ろうと、浜名湖の関係者が地元で育った親ウナギを海に放流しました。浜名湖で育った天然の親ウナギの一部を海に放流したのは、地元のウナギ関係者で作る連絡会です。絶滅危惧種に指定されているウナギを守り、日本で取れる量を将来的に増やそうと2013年から続けています。今日は親ウナギ350尾余り、およそ150キロを浜名湖の舞坂漁港から船で運び、遠州灘の今切れ口に放ちました。放流にかかる費用はクラウドファンディングで募り、今年は8月からのおよそ2ヶ月で71万円が寄せられたということです。未来の子どもたち、日本の食文化であるうなぎを美味しく、また食べる機会を多くということで、それなりの価格帯で、ね、食べていただけるような、そんな思いで放流をさせてもらいました。今年度はあと2回、合わせて400キロほどの放流を予定しています。